2022年、最も球界を圧巻しているのは、日本ハムの公式チアリーダー、ファイターズガールが披露している、キツネダンスであろう。一度聴いたら耳から離れない軽妙なメロディーに加え、キツネの耳をつけたメンバーがとにかく可愛い。そして、可愛いは正義だ。いやいや、俺はファイターズガールのダンスよりも、フーターズガールのダンスタイムの方が好きだ、という思春期真っ盛りなあなたにも後悔させない、あまりにも可愛すぎる球団のマスコットガールたちを紹介していこう。もはや、キツネダンスイコール滝闇湯と言っても過言ではないくらいこの写真は何度も目にしているであろう。そして、ファイターズガールの中でも圧倒的な人気を誇るのがサブキャプテンも務める滝谷だ。滝谷は北海道札幌市出身で1998年10月1日生まれの23歳である。両親が野球好きということもあり、幼い頃から野球に親しんでいた。また、自身は歌とダンスが好きであったということもあり、ファイターズガールを目指すようになったという。経歴を見ると、まさにファイターズガールにうってつけの人物であることがうかがえる。そして、ファイターズガールとして5年目を迎えた今年、キツネダンスが社会現象になるほど人気を集めたのである。そもそもキツネダンスというのは、ノルウェーの男性コメディアン兄弟によるドゥオ、イルビスによって作られた、ザ・フォックスという曲に合わせて踊るチアダンスだ。これは、ファイターズガールのオジーで球団職員でもある小暮沙織が2020年に発案をして約2年間温め続けた企画であったという。小暮は当時まだ知名度が低かった球団マスコット、フレップの知名度を上げるため、フレップがモチーフにしているキタキツネに関する曲を探していた。そこで出会った、ザ・フォックスを聴いて、耳に残る楽曲、絶対いけると確信したのである。また、当時は感染症の影響で声出し応援をすることができず、声出しの応援ができないなら座ってできる振り付けにしようということで、あの可愛い振り付けが生まれたんだとか。そして、2022年、新庄剛志が新監督に就任したことやユニフォームやロゴが一新されたこともあり、出すなら今しかないということでお披露目となった。しかし、最初は全く興味を持たれることはなく、滝やらファイターズガールも不安を抱えていた。小暮も、踊っている彼女たちがかわいそうになった、と手応えのなさに落胆していたのだった。ただ、そんなキツネダンスにもついに転機が訪れる。5月12日に YouTube に投稿された、噂のキツネダンス俺たちはみんなと踊りたいで松本剛、石井和成、浅間大輝、今川優馬、清宮幸太郎、野村勇気、タミヤやがキツネダンスを披露。これがきっかけで大ブレイクとなり現在の人気に至ったのだ。それに伴い、滝谷の人気も急上昇。インスタグラムのフォロワーは、7月末の時点で3万7000人とチアリーダーとは思えないほどの人気ぶりだ。そんな滝谷がこんなにも人気である理由は3つある。1つ目が何と言っても、その笑顔だ。滝闇イコール笑顔としてファンに定着しているくらい素敵な笑顔である。そして、2つ目は神対応なところだ。特に子供たちに対しては笑顔で話しかけていたり、優しくダンスを教えていたり、時には膝立ちになって子供と目線を合わせてあげるなど、そのあまりに物神対応っぷりで性格の良さが抑えきれていない。最後の3つ目は美声だ。球場で踊ってる姿を見ているだけだとなかなか声を聞くという機会はないかもしれない。ただ、テレビ出演やイベントの出演ではたびたび滝谷の声を聞く機会はある。そこでは、あまりにもの美声に、ギャップを感じてキュンキュンすると SNS で話題になっている。確かに滝谷は幼い頃から歌とダンスが好きだったというくらいだから声にも自信があるのだろう。今後ますます人気が出れば歌手デビューなんて話が出てくる可能性もあるだろうか。今年8月に、ネトラボ調査隊で行われた、12球団のマスコットガールで一番好きなのは、というアンケートでは1位のファイターズガールと共に他を圧倒する人気で2位だったのは DeNA のチアリーダーでもあるディアーナだ。ディアーナといえば過去には間宮あゆみなど圧倒的なルックスで人気を博したメンバーたちが在籍していたが、今現在ではサラサが最も人気なメンバーであろう。もともとベイスターズが大好きだったというサラサは、横浜スタジアムで観戦している時にディアーナのことを知りました。ダンスも好きだったのでディアーナの本格的なパフォーマンスに憧れ、自分が一番輝ける場所だと感じて挑戦しましたと2020年に約200人が参加したオーディションに応募して見事に選ばれた。ちなみに、料理は作ることも食べることも大好きというサラサは飼っている猫のためにクッキーを作ってあげたというが、猫用なので私にとっては甘くなくてあまり美味しくなかったですとちゃっかり食べちゃうお茶目で可愛い一面も持っている。今シーズンからロッテのチアパフォーマー M スプラッシュのメンバーになったメイ。彼女は千葉県浦安市出身で、幼少期からクラシックバレエやジャズダンスを習うなど体を動かすことに明け暮れていた。また、高校時代にはチアリーディング部で野球部の応援のためにマリンスタジアムで踊っていた経験を持っていたこともあり、昔から M スプラッシュに憧れていたという。しかし、2年前にオーディションに応募しようとするも感染症の影響もあり一般公募は行われなかったのだとか。それでも、
諦めきれない名は球団のホームページに載っている電話番号に片っ端からかけて、私のダンスの動画だけでも見てくれませんか、と直談判したのだ。めちゃくちゃハートが強いのでピッチャー向きだな。ただ、そんなやり方は通用するわけもない。仕方なく一般企業に勤めた名であったが、どうしても、M スプラッシュの一員として踊りたいという思いが強くなり、なんと1年で仕事を退職するのだった。そして、迎えた今年のオーディションで200人の中から選ばれ見事に2年越しの夢を果たしたのだ。ここまで聞いて、名と M スプラッシュに運命的なものを感じただろう。しかし、名と M スプラッシュにはもっと運命的なつながりがあるのだ。それは、名の顔をよく見てもらえればわかるのではないだろうか、もっとよく見てほしい。もっともっとよく見て。画面に穴が開くほどよく見てほしい。お分かりいただけただろうか。そう、1995年から2007年までロッテを支えた、魂のエース、ことジョニー・黒木の長女なのである。そういえば目のあたりとかちょっと似ているような似ていないような。それにしても、球団に片っ端から電話をかける熱い気持ちはまさに父親譲りとでも言うのだろうか。また、黒木は名が M スプラッシュのオーディションに合格したと聞いたときはもちろん喜んだというが、それに加えて、お前はいろんな覚悟をしなければならないという激励も送っていたという。やはり、どんなにダンスの実力があっても、ジョニー・黒木の娘という目で見られてしまうのはある意味しょうがないだろう。そして今後、黒木がロッテの監督を務めるようなことがあればグランド上での親子共演というのも期待してしまう。次に紹介するのは楽天のチアリーダー、楽天ガールズに所属するリンシャンだ。楽天といっても東北楽天ゴールデンイーグルスではなく、台湾プロ野球の楽天モンキーズのチアリーダーである。このリンシャンが今年、可愛すぎると SNS でバズりまくっている。実は K も推しているリンシャンは1997年9月5日生まれで、身長160センチ、体重45キロ、スリーサイズは上から81、60、84という抜群のプロポーションに透き通るような肌、バンビ顔と呼ばれるキュートでセクシーなフェイスも圧倒的である。モデルとしても活躍しているリンシャンは今年すでに2冊の写真集を出しており、インスタグラムのフォロワーは130万人を超えている。なんと、みちょぱやめるる、キャリーパミュパミュなどの日本の有名芸能人よりもフォロワーが多いのだ。しかも、リンシャンの人気を裏付けるのは、その女性人気の高さである。台湾でも日本と同じく野球やチアリーダーは男性ファンが多い。ただ、リンシャンは女性人気も高く、SNS では、これほどツインテールが似合う子はこの世に存在しないと思う。生まれ変われるなら、リンシャンちゃんになりたいな、という憧れの眼差しで見られているのだ。そして、台湾のチアリーダーといえば、週刊ヤングジャンプでグラビアを飾ったことのある、中心ブラザーズのチアリーダー、パッションシスターズに所属するチュンチュンが人気ではあるが、リンシャンが今後その人気を上回る可能性も大いにあるだろう。また、最近リンシャンが所属する楽天ガールズがファイターズガールのキツネダンスを踊ったことでも話題に。しかも、日本ハム側からキツネの耳を提供されたようでほぼ公認状態だというのだ。楽天なのに日本ハムのダンスというところには疑問が残るが。そんな中、リンシャンは来ないがユンシー、インルー、フェイフェイの3人が、9月23日に仙台で行われる楽天対日本ハムの試合に来場することが決定した。イーグルスのチアリーダー、東北ゴールデンエンジェルスとのコラボパフォーマンスがあるようだが、日本ハム戦だしキツネダンスもあるのだろうか、もうわけのわからないカオスな状況になりそうではある。おっと、ついつい推しのことになると喋りすぎてしまうな。本当はもっともっと紹介したい推しがいるのだが、尺の都合上ここまでにしよう。なので、皆さんの推しもぜひとも教えてもらいたい。ということでチャンネル登録するかどうかはお任せしますが、もう一本 K の動画をご視聴いただけると大変嬉しいです。